皆さん、こんにちは。佐藤徹のアメダスチャンネルへお越しいただきありがとうございます。ご案内役の四国メタンです。今回は東京都千代田区北の丸公園内にある東京管区気象台観測路上です。こちらの観測路上には雨量計、寒雨計、通風筒、積雪計の4種類の観測機器が設置されています。この他にも風向風速計や日照計もあるのですが、他の場所に設置されているようでここの路上にはありませんでした。風向風速計は近くにある科学技術館の屋上に設置されているようなのですが、見つけることができませんでした。雨量計です。除炭付きの温水式です。除炭とはこのカバーのようなものです。側面が張り出しているので温水式であることがわかります。2017年の訪問時は普通式でした。側面に不透液を入れる張り出し部分がないので普通式であると思われます。寒雨計です。こちらは2017年から更新があったのかどうか見た目では分かりません。通常の雨量計では感知できない、わずかな雨滴でも感知することができます。通風筒です。通風筒内ではファンが回っており、下から空気を吸い上げてその気温を測定しています。今回もファンを回すモーターの音を取ってきましたのでご覧ください。毎度のことながら環境音が入ってしまいました。サーッという音がモーターの音です。お急ぎの方は2分50秒くらいのところまで飛ばしてください。レーザー式積雪神経です。この部分からレーザー光が発射されています。レーザー光は雪面や基準板に当たると反射してこちらへ戻ってきます。戻ってくるまでの時間を測定し雪面の高さを計算しています。雪がないときレーザー光はこちらの基準板に反射して発光部に戻ります。監視カメラです。路上の南側にもこのような監視システムがありました。これがカメラだと思われます。こちらのスピーカーは鳥や野生動物が侵入した時に音を出して追い払うのでしょう。これは照明装置でしょうか。他のアメダスに比べると随分厳重に監視されているようです。観測路上の南東側にはこのような電光掲示板が設置されています。観測結果をリアルタイムで表示しています。掲示板の表示内容をご覧いただいておりますが、お急ぎの方は5分10秒くらいまで飛ばしてください。
周りは高い木々に囲まれています。履歴です。アメダス観測開始以降の変更です。1875年から観測データが残されているようですが、ここでは省略させていただきます。生き方です。駅地下アメダスという動画の中でも紹介しましたが、地下鉄竹橋駅から歩いて10分くらいで行けます。駅の出口はこちらになります。ここから歩いて10分くらいとなりますので、ご了承くださいませ。こんな感じで歩いていきます。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。